皆さん、最近ネットで話題になっていること、0円カルピス。まあ、知らない方のためにね、少し記事の方を読まさせていただきますと、ドリンクバーである遊びをすることが若者たちを中心に流行ってるということらしいんです。そしてタイトルにある通り、まあ、ドリンクバーのものを使って、まあ、0円でね、カルピスのような味をね、再現して、まあ、飲みまくってると。飲みまくってるのかわかんないけど。まあ、このことでね、まあ、多数の店舗の方たちがね、まあ、迷惑してるという記事が入ってきました。で、実際、これどんなもんなのかっていうのをちょっと試したいので作ってみようと思います。使うものがですね、スティックシュガー、コーヒーフレッシュ、ガムシロップ、レモン汁です。こちら4つを使ってね、カルピスのような味が再現できるということなので、今回は正直な感想をね、言っていきたいと思います。それではやっていきましょう。今回コップ1杯に対しての量です。スティックシュガー2本、ガムシロップ2個、ミルク4個。使いすぎでしょ。こちらね、レモン汁なんですけど、ガムシロップ2個分ぐらいかな。うわっ。はい、ということでできました。かなりね、濁ってる、カスみたいな。多分レモン汁入れたから分離してんだよね。それではいただきたいと思います。レモン汁強っ。ちゃんとかき混ぜてね、分離した部分がブヨブヨと入っていくんだけど、ちょっと甘いかな。いろんなもんが白いからさ、見にくいと思うよ。コンビニのコーラソーダの味だね。まあでもカルピスに近いっちゃ近いかもしれない。飲めなくはないと思います。で、この分離してる部分をなくせば、普通にカルピス出しても分かんないかもしれないね、これ。ちょっとこれ誰かにやってみてえな。はい、ということで今回は、0円カルピス、今話題の0円カルピス作ってみました。まあ、あとはもう0円って言ってもね、家で作る分には買ってるんで0円ではありません。そしてさ、カロリー超高いと思う、これ。タクシー。